皆さんこんにちは、フェルシティです。去年1月に、自分のサターンのコレクションの動画をお見せしたんですけども、今回はそれの2022年バージョンですね。1年でまあそれなりに増えてしまいました。まあ今回も一応上から順に見せていきましょう。上の様子がちょっと変わっちゃいまして、別なガラスケースを乗せた状態で、さらにその上には、まあ、箱物ですね。いろいろ増えました。横に三白ディスク、マクールパッドなど、サタンのプラモデル、なぜかファミリーニューファミコンの箱、まあ、当時買ったニューファミコンで今もちゃんとあります。まあこの辺は大体去年も紹介したものが多いですけどね。でここがカプコンのソフトですね。まあコナミとかセガのソフトが並び、SNK と、まあ格闘ゲームですね。まあ上にある中でちょっと変わり種のソフトは、このゲームベーシック4セガサタンですね。一応まあゲームが作れるというソフトなのですが、まあサンプルゲームも入ってるみたいなのでそれで遊んだりもできますね。なかなかこれでゲームをきちんと作った人というのはそうそういないんじゃないかと思われるんですけど、中にはこのようなゲームととてつもない分厚い説明書、セガサタンの通信ポートと、あの PC の何でしょうね、まあ通信ポート、それを接続するケーブルがついてます。ディスクは2枚ですね。説明書分厚いのついてるんで、この中には何も入ってないです。あのパソコンとの接続には別途 RS-232C ストレートケーブルが必要です。コントロールパッドでもできるけど、キーボードがあった方がいいということです。ベーシック言語でセガサターンのゲームが作れる。ドリームキャストでドリームスタジオっていう、まあ、ゲームソフトがあるんですけども、あっちの方が簡単そうですよね。だいたい立ててあるのはこれからやろうかなと思っているソフトだったり、この親切夢見館ですね、実況でやるやると言っておきながら、これ今までに3回ぐらい収録に失敗してるんですよ。だからなかなかもう1回という気が起きにくくて、アドベンチャーとかそのあたりのソフトですね。まあ続けて、まあセガネットの関連のソフトやレースゲーム、ちなみにこれはソフトはちゃんとしたものですけども、バックカバーやこの説明書部分はコピーしたものですね。あのジャンクソフトを救いたいというソフトでいろいろ説明してますけど、そういう流れのソフトです。で今もやってますプリンセスクラウン、まあ、この辺は RPG とかシミュレーション RPG が並んでます。同じくなそういう流れですね。でまあセガパートナーズの非売品ソフトで、横に行くとですね、ここにもソフトがあるんですよ。
で、この微妙な隙間、ここ戸なんですよ。まあ、隙間収納としてその棚を作ろうかと思ったんですけど、そのまま積んじゃえばいいんじゃないと思い、積んだらこうなりました。そこだけなんで隙間があるかというと、ここに照明のスイッチがあるんですね。これもジャンクソフトを救いたいです。説明しました。シューティングソフトが入ってますね。まあ普通に買うよりもはるかに安い値段で買うことができますね。ディスクのみだと。この辺はスポーツ、競馬、そのあたりの、あと海外ソフトとかそういうのも多いですかね。で、バーチャファイター CG ポートレート種です。おなじみのクロックワークナイトのペパルーチェの福袋って、この隣にある上下管が普通に繋がってるソフトだと思ったんですけど、あれですね、中に上下が別々に入ってるってだけのソフトなんですね。ちょっとそれは残念でした。この辺も、まあ、パンツァードラグーンはシューティングですけども、この辺に並んでますね。アゼルの兵器、アゼルの関係もあって、まあ、この辺はアニメ関連ということもあるのかな。銀河英雄伝説の両方のソフトはちょっとやりたいですけどね。あとはまあデータ関連のソフトとか並びます。ここもまあアニメ関連と言った方がいいのかな。エヴァンゲリオン、ガンダム、ここに入れといていいのかな。まあ、ここも上からちょっと続いてるような感じの、アニメ風というかそんな感じでしょうかね。で、この辺がご覧になって分かるように光栄のソフトですね。で、そのまま同じ並びで光栄のソフトと桜大戦、まあ三国志並びでこの昇龍と光龍も並んでます。で、こちらが、まあ、2つ出てますけど、3つかパズルですね。日焼けの思い出が、このこっち側と見れば分かるんですけど、日焼けの思い出がしっかり日焼けしてるのが悲しかったですね。うちに来た時、で、その並びで続いて途中から変わるって感じでしょうか。もうこの辺になるとちょっともうどういう分類をしていいのかっていうのが、一から始めると大変なんで、そのままになってますね。
の行動あるわ、ちゃんと説明書あるか、うん、ソニック、カルドセプト、シャドウズ・オブ・ザ・タスク、まあ、カードゲーム少し並んで、ボンバーマン、ときめきメモリアル、このシルエットミラージュは説明書はちゃんとあります、ソフトもちゃんとしてますけども、このバックカバーがない状態でしたね。ソフト説明書のみだったので、バックカバーは例の方法によって作りました。まあソフトの値段としては3500円ぐらいでしたでしょうか。この急展開ってソフト、その店とかではネットとかでは随分高いんですね。これはハードオフで55円で買ったものですけど、帯もあるんですよね。で上にもアンジェリーク、まあ、箱のやつがありましたけど、こちらにもありますね。上のソフトが目立ちにくくなってますね。ピンボール関連とか、なかなかその最初にジャンルを決めてしまうと、もう上の方が詰まっちゃってて、なかなか後から入れにくいんですよね。このソシエッタ大観山のソフトが並び、吉本興業のソフトが上にあったり、コンビニ、リメイクもされた大運動会が、でこちらが、こちらもスポーツゲームですね。でこんな下にバーチャファイターがあるんですね。さすがにちょっと追いやられた感じはあります。でこちらは非売品の競輪ソフトですね。根形三四郎、真剣遊戯、さすがにもうなんかもう位置から入れる場所とその分類方法を決めないと難しい状態になってきましたね。もうここの棚ももういっぱいいっぱいなので、で一番下数値いっぱいなどの麻雀があり、スーパーリアル麻雀もあり、その後ろに美少女ゲームという感じになってますね。で何本ぐらいあるのかなって今回改めて数えたんですけど、まあその数え方が難しいですね。その非売品のソフトとか、ちょっとバージョンの違いソフトとか、まあ微妙なとこなんですけど、まあ、全く同じソフトはカウントしないで、まあ、数えたところ805本ありました。まあ大体800本というふうに考えておいていいでしょうね。その今世に出てるサタンソフトの、まあ、8割弱ということでなりましたけども、まあ相変わらず、まあ、コンプリートする気はないです。ただまあ買える限りは近くまで行きたいなと思いますけども、まあそのプレミアソフトとかレアソフトとかは興味ないんで、その値段には全く興味ないです。レアソフトだから欲しいということは全くないですね。むしろ定価を超えるソフトなんてとんでもない状態ですね。まあ、こういうデジタルな感じの商品に定価より高い価格を払うなんて信じられないという人間なので、まあ、トミカでさえその定価以上ではなるべく買いたくないということ、まあそういう感じなので
まあ去年その無理せず、まあ少しずつ集めていくなんて言ってましたけど、やっぱり結構増えちゃいましたね。まあこれ安いなと思ったらちょっと買っちゃったことが多かったので、まああくまでも定価以下の商品で買えるときに買いたいと思います、これからも。そんなわけで、セガサターンコレクションの、セガサターンソフトコレクションの2022年バージョンでした。どうもありがとうございました。失礼します。